東京府、埼玉県、千葉県、茨城県葛飾郡の範囲葛飾郡は、東京府、埼玉県、千葉県、茨城県に存在した郡。中世までは、下佐国の郡で、西は武蔵国に接していた。葛飾は古代からの地名。江戸時代初期に、西寄りの部分が分割され、武蔵国へ移され、武蔵国葛飾郡が発足した。古代に、 渡瀬川の下流の流域の両岸をカバーする地域が葛飾郡と定められた。中世以前の日立川と利根川の下流とに東西を挟まれ、南限は東京湾で南北に細長かった。渡瀬川はその後の利根川当選事業によって江戸川となったので、現在の江戸川のほぼ流域にあたる。現在の行政区域では埼玉県久喜市、江戸川の西の流域である。 茨城県五課町、埼玉県佐手市、吉川市、三里市、東京都葛飾区、墨田区、江東区、江戸川区、千葉県浦安市、江戸川の東の流域である、千葉県野田市、流山市、柏市、松戸市、市川市、船橋市にまたがる広大な軍であった。葛飾軍総社は、船橋市西船5丁目にある、葛飾神社である。 1878年の軍区町村編成法の制定により、同年に一部が東葛飾郡、西葛飾郡、南葛飾郡に、翌1879年に残部が北葛飾郡、中葛飾郡となり消滅した。五分割された葛飾郡の範囲詳細は、東葛飾郡郡域、西葛飾郡郡域、南葛飾郡郡域、北葛飾郡行き、及び、 中葛飾郡軍,軍域を参照現在の行政区画では概ね一家の区域に相当する。東京都千葉県、埼玉県、茨城県立両政の時代に南流し東京湾へ注ぐ太日川の右下岸域に下佐国の葛飾郡が定められた。その西は当時の利川を境として武蔵国と接していた。下佐国府は葛飾郡に置かれ、下佐国の政治的な中心だった。 葛飾は古代からの地名である。小僧院文書には本軍内にある大島号の戸籍が残されており、葛飾り軍と表記されている。中世以前の利根川下流は東京湾にへ注いでおり、現在の数尾ことより、川口より下流を境に、東側が下佐国葛飾軍、西側が武蔵区にであった。当時の利根川が東京湾にへ注ぐ。 再下流は分流となっており、国境となる稼働は、亀有で、現在の中川から分かれ、足立区、葛飾区の境の小隅田川を通り、現在の隅田川を約2キロメートル流れた後、横実験川の方向へ向かう分流を通り、亀井戸付近の川口から東京湾へ注いだ。この再下流稼働の西岸は、武蔵国に島郡で、従って中世までは、 現在の隅田川東岸の牛島、永代島も都島郡に属した。郡内に、下川辺層、下川辺野方層、八幡層、松戸層、風早層,層、夏見三栗屋、笠井西三栗屋、笠井猿又層、大決巻といった荘園が成立した。また、この地域が広大であったことから中心線の太日川を境界として、東側を、九ず東軍、西側を、 火災軍と称する監修が現れた。徳川家康江戸入府後の利根川当選事業により、ふとひがわが利根川下流となり、1683年また一説によれば、官営年間にふとひがわより西の地域を下佐国から武蔵国へ編入し、武蔵国葛飾軍が発足した。この際に武蔵国豊島軍だった牛島、永代島などを、 武蔵区に葛飾郡へ移した。同じ官営年間に江戸川の本流として、関宿、金杉間の旧太日川の東側に、新たな流路が開作された。この江戸川と旧太日川に挟まれた区間については、下佐国葛飾郡のままとされた。江戸時代、江戸幕府の支配の下で、東軍内の内江戸城に近い本城や深川は、江戸市街地の一部を構成し、町人地区は、 町奉行の支配下に置かれた一方、利根川に面する軍事、交通上の要衝である古川や関宿には、不代大名が配置された。初期には、山崎や栗原、藤心に、規模の小さな藩が置かれていたこともある。しかし、これらの藩の領地はいずれも東軍の一部を占めるのみで、あり、軍内の多くの村は、関東軍大支配下の幕府直轄領、または、 旗本氏配置とされた。近世までは、後の南葛飾軍域を指して火災と呼んでいた。所属町村の変遷は、南葛飾軍軍発足までの遠隔、北葛飾軍軍発足までの遠隔、中葛飾軍軍発足までの遠隔、東葛飾軍軍発足までの遠隔、西葛飾軍軍発足までの遠隔,軍軍の遠隔をそれぞれ参照。ありがとうございます。